よし、オッケー。ああ、ここまで来るかな。待って、なんであいつ門番してんの。何やってんのこの人、こんなところで。ああ、ここで鍵を一本余計に持ってたら宝物庫に行けたのか。まあ、お前だよ。おら、もう割と君の攻略法は分かってるぞ。対一の対戦だったら負けやしねえぞ。おらら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 、オッケー。ほい、縦アタックからの兜割り、背面切りつけ。さあ武器捨てる。あとは攻撃に合わせてこちらが攻撃するだけ。オッケー、のけぞったらこう。はい、終わり。1ダメージももらってない。オッケー。ここが宝物庫かな。鍵を余計に持ってたら入れる場所か。多分ここにお金ばっかかな。ここにハンコが最後の1個があるはず。お金ばっかだな、多分。豪華な宝箱あった、この辺だ。お金だな。これか、爆弾か。爆弾使うのかな。シルバー RP。 ハンコこれで揃ったはず。おお、ちょっとネタバレだ。49個のハンコを集めた記念に特別なハンコを手に入れた。この先で見える緑なんじゃん。 OK、 ハンコも50種手に入れたし、まあ開けていくかな。多分お金ばっかだけど。ああ、やだ、やはアミーボ使えば無限に手に入るからな。種、え、パチンコとかも使うの。爆弾バラバラにしとくか一応。やと爆弾、こっちお金かな。やだ、え、水中爆弾。なんだ、爆弾と矢と種、狙撃する場面があったりするってことか。よっしゃ、ボス戦行こうか。大ボス様とやろう。どこだ？そっちか。まだ上ある。でももう行くべき場所ってここだけだよな。マップが出ない。ミニマップもなしか。爆弾はいいとして、とりあえずこうかな。さあ、ここはあれか、最初にザントが歩いてた場所？ゼルダ姫が行った場所かな。ああ、ぽいな。こんな上の方にあるの？普通下の方にあると思ったんだけど。フロルかな。あー、真ん中にいるゼルダ姫消えたんじゃなかったんだ。ちゃんと一応権限できてんのか。ようこそ我が城へ。出たな、ガノンドロフ。お前がガノンドロフか。
さあ、来たか、ラスボス。死ぬほど会いたかったぜ。わずかな力を宿した程度で、神に逆らい、見捨てられた哀れな一族よ。お前たちの苦悶が、血肉の糧となり、憎悪は力となって我を目覚めさせた。復活の糧にしたってことか。お前たち一族に欠けていたもの、それは力。まあ、心穏やかな一族みたいなこと言ってたしな。神に選ばれし強者の身が持つ絶対なる力。その髪留め何？気持ち悪いんだけど。その力を支配する者こそが、この世を滑る王にふさわしい。うぬぼれるなよ。お前が絶対なる力を持つ選ばれし者だと言うならば、私は全てをかけて否定してやるよ。影が光にほだされたか。面白い。ならば否定してみるがよい。その友情とやらでな。いいだろう。やってやろうぜ、ミドナ。ああ、まずい。ゼルダが。おーっと、そのワープ使うのか。いてててて、痛そう、痛そう。あれ？ゼルダの方に入ってったっぽいけど？まあ、そりゃゼルダに手はかけれないわな、ミドナは。おっと、おい、ミドナ。え？マジ？そんな低い声で笑うの？光と影を滑る王に弓引く愚か者よ。その身をもって我が力に触れるがいい。パンツ見える、パンツ見える。え、あ、もう戦闘ですか？いいだろう、ラスボス。お前にふさわしいものをこっちは用意している。セット。これはガノンドルフの力だ。ダメージ2倍。やろう、ガノン憑依ゼルダ。多分2戦あるけど、まあこっちにはね、プシュプシュ聞いてね、聞いてね。危ない危ない危ない。何が効くんだ、何が効くんだこいつ。どのタイミングで、なんだ、ラリカ。あお、ターゲットしとこう。こっちはガノンのアビーボでダメージ2倍なんだ。ラスボスにふさわしい戦いをしてみろよ。おーっと、オッケー、ラリーだな、これはゼルダ名物。いけ、タイマー剣、タイマー剣。くそ、もうちょっと距離離したいな。カメラが悪いな。狙いやす、おっ、マジか。危ねえ。話しすぎると弾撃ってこないのか。さあさあ、早く弾撃て。いてえ。聞いてないんですけど、そんな攻撃してくるって。来た、弾。さあ来い。オッケー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 。あべべべし、くそー。こっちはちょっとしたラグがあるってのに、卑怯者。あ、待って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 、危ねー。何あれ、結界攻撃なのかな。
シュッ、当たってない。相手くそ。いやでもまあ最悪こっちにはゼルダ姫の加護があるからな。おっと、剣を抜け。さあまだか。オッケー。え、何今ので攻撃が通った判定なの？今の間に何かすんのかな。あぶね、通りそうなもんだけどな。一切当たる気配ないんだよな。弾くわけでもなく通り抜けてんだよな攻撃は。どっち、よし来い。ラリーか。あぶねー、ちょっと距離近いな。オッケー。いやーダメだ、通り抜けてる。これでいいんだな。オッケーだ、なら、そうしよう。おら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 。くそ、結界結界、危ねえ。ちょっと待って、この BGM あれか。あ、結界。よく聞くと、ゼルダの子守歌入ってる。さあ、弾撃ってこい。あの突進の時はどうすればいいんだろう。いてー、どこ行った、いた。あの突進はかわすのか。危ない、くそー。リンク剣振れよ。うまい具合に。お、もう一回打ってくれる。危ねえ危ねえ、剣回すんじゃねえ。余裕見せてる場合じゃないよ。こっちはギリギリなんだよ。オッケー、3回か。オッケーオッケー。脅威剥がれるか。とりあえずガノン脅威って書いてあったから、脅威が外れた後に本体と戦うことになると思うんだけど。オッケー、もう一回あの力か。それ大丈夫？あ、ああ、とりあえず分離させることには成功したっぽいな。ん、後ろ後ろ後ろ。ナイスパートナーだな。何？あ、あ、待って、魔獣ガノンじゃないか、これ。おい、マジか。魔獣ガノン。これがラスボス？待て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 。お話です。リンク、やつのズータのデカさに惑わされずに動きをよく見なよ。どこ行った？いた。ターゲットでいいね。機体が光ってるんだよな。消えた。いた、いた、え？ま、え？まさかだけどこれ、ワープして突進してくる？危ねえ！そうかよ、マジか。でも反対にそこが攻撃のチャンスか。どこだ？ん？戻った。来た。オッケー！いてー、引かれた引かれた。で、胸の傷か。
やりようは分かったぞ。ルールは理解した。初金いや上かマジか。あーもうあいつの突進攻撃チャンスなんだけどな。どっちだどこだ。見えてるな。お、来る。あ、痛い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 絶対引かれるんだけど。どうしたらいい？絶対引かれるんだけど。次上から来る可能性があるのか。弓ばっか構えてないで。ちゃんと見なきゃな。お、来る。いやー、引かれる。待って、上来た。上行ったぞ。くそ。どこ行った？できるだけ対角線に。うわ、くそ。上に消えた。どこ行った？もしかしてもうほぼギリで撃たなきゃいけない？え、どこ？いや、ダメだな。逃げてんだな。ミドナ、ヒント。手を変えてきたな。目くらましが効かない以上、このままじゃ奴を倒せないよ。獣には獣、魔獣には真珠で対抗するのはどうだ？なるほどね。あ、待って、まずい。魔獣には真珠で。ワンワンを行くぞ。ワンワン。すん。どこから音がする？上か？いた。なんで手のマーク出た？この状況からどうすればいいんだろう。結界か。あ、今なんか出たな。 A ボタンか。ライフだいぶ減ってきたな。もうちょっと減ったらカゴ使っていいけどな。ゼルダのカゴ。どこ行った？どこだ？早く出てこいよ。おい、豚野郎。痛え。なんだ？何？何をやれって言われてる俺。待って、減りすぎ。助けて、ゼルダ姫。ドリアー。あと二人ゼルダ姫はいるからな。オッケー。ライフマックス。ダメージ2倍。ながらなんだ。おっと、またか。ひるまずに奴の突進を真ん前から受けるんだ。リンクがいつもやってたことを私の力でやってみるよ。おりゃれれれれれ。何？俺がやってたことをやるって何？真ん前から受けるってのは分かったけど、 A ボタンって出てたよな。やってみるか。あ、そうか、それか。なるほど、 OK ね。なるほど、対ゴロンの時にやったやつだな。てかヤギ投げとか特にやってたな。おい、あー、タイミング。いや、まだいい、まだ大丈夫。タイミングよく A を押して。どこ行った？おりゃ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 。投げろ。ああ、よし。
どっちがいいんだこれ。ワンワンオがいいのか、人がいいのか。いやでもワンワンオで戦った方がいいか。魔獣には神獣王って言ってたしな。これ今だ。おららららら、投げろ投げろ、今度は左だ。投げろ投げろ投げろ、ひねれひねひね。おれれ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 れ、アタックアタックアタック。あ、なるほど、これがいいのか。あれ終わった。今やっとコツ掴んできたとこなのに。でも消えねえよな、これ今。消えてないよな。あー、でもなんか燃えてるっぽい。縮んでる。縮んでるんじゃないか。俺たちが上にいんのか。お？ああ、ゼルダが貸し与えた力が戻ってきたのか。姫さん、私何も言わないで、ミドナ。ほんの短い間でも私の心はあなたと一つでした。あなたの受けた苦しみに比べたら、おっと、ボンバー兵まだ残ってんな。ミドナやるつもりか、お前。死ぬんじゃねえぞ。死ぬのだけはなしだからな。インク分かって止めようとしてんな。ミドナが何しようとしてんのか。死ぬんじゃねえぞ、ミドナ。